はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん、デラックスヘボット&ボキャネディ3本と工具箱セットです。こちらも2016年9月17日土曜日発売のヘボットのおもちゃですね。はい、はい、これはどういうものなんですか？これコロコロのあれなんでしょ、漫画なんでしょ。うん、コロコロでも出てるし、アニメにもなってる。ああ、そうなんだ。うん、そのヘボットっていうロボットが、うん、上にあるこうネジをこう何やると、うん、くるくる回すとギャグ言うの。ギャグ言うんだね、うん、なるほど。ヘボトークモードっていうのとボキャバトルモードっていうのとミッションモードっていうの、うん、があるみたいだね。うん、まずやりたいのはヘボトークモードだね。あ、そうだね、ヘボトークモードか。なんかおもろい名前だ、はい、じゃあ開けていきましょう。はい、いくよ。はい、おっと、まずネジ。おネジ、ヘボット、ヘボットとヘボットネジ。あ、ついてた、よかった、よかった。工具箱、うん、おお、すごいね、ネジの種類みたいな感じになってんだ。うん、なるほど。はい、こちらがデラックスヘボットですね。はい、かわいいね。うん、うん、でこの手とか足は取れます。うん、でなんかオプションパーツが売ってるのでそれをつけてまた別の遊び方もできるね。うん、ヘボヘボネジ、これヘボヘボネジ。はい、これがもともとヘボットについてるネジだね。うん、はい、コソコソネジ、コソコソネジ。はい、ヒエヒエネジ、ヒエヒエネジ。はい、モジモジネジ。はい、これが、この3つのネジはレアなんでしょ。うん、うん、ちょっと確かにキラキラシールになってるね。うん、このヘボットを起動するんですが、はい、最初ですね、遊び方ガイドツアーっていうのをやんなきゃいけないんだって。うん、じゃあそれまずやりましょう。はい、単4電池3本で駆動しますね。はい、ここに入ってます。はい、では電源オンにしてください。はい、ではこれは前にします。そう、はい、ヘボトークモードネジを立てヘボ。お、刺してる。うん、刺してください。じゃあ立ちます。はい、よいしょ。で回す、またヘボヘボ。レベルアップ。あ、レベルアップ。これは2レベルヘボ。うん、まだまだレベルアップするヘボ。レベルアップ。今俺は3レベルヘボ。3レベルね。まだまだレベルアップ。お、レンジ抜いてだって。お、レベルアップ。今俺は4レベルヘボ。レベル4。まだまだレベルアップするヘボ。おでこのボタンを押して。お、おでこのボタン。はい。心のネジを締めていこうぜ。心のネジ締めていこうぜ。これだ。レベルアップ。今俺は5レベルヘボ。あ、ヘボトークモード、ヘイボート。心のネジはバカになってないか。今俺は5レベルヘボ。超マシンガントークで喋る隙がなかったね。うん、俺はボキャボット、ヘボットだ。こうやって結構喋るんだ。うん、ね、でこれを電源を三角にするんだって。はい、はい、よろーく覚えろ、大事なことは。まだ言ってる。はい、3。ボキャバトルモード、遊ぶ内容を選べるヘボ。おでこボタンを5秒間長押しするヘボ。うん、はい、1、2、3、4、5。ミッションモード、オッケー。ボキャネジ1本させ。とりあえずヘボヘボネジ、ヘボヘボネジ、ヘボヘボネジ。一緒、結構ひ大丈夫。お、クリアした。ミッションにも挑戦するヘボ。レベルアップ。あ、レベルアップでした。6レベルヘボ。まだまだレベルアップするヘボ。そうそうそう。なるほどね。うん、こんな感じでございました。とりあえずこれでガイドツアー終了。はい。ここまで来たら、ね、通常のモードで遊べるみたいなんだ。うん、じゃあヘボットオークモードで遊んでみましょうか。はい。はい、まずはこれ抜いて、電源オフにしましょう。はい。あ、オフじゃない、丸にするんだ。はい、じゃあ電源を丸にします。はい、ヘボトークモード、きた。ヘボっていこうぜ。今俺は6レベルヘボ。あ、うん、覚えてた。うん、ちゃんと6レベルになってるね。うん、じゃあこの状態で、ボキャネジを刺したりおでこボタンを押すとレベルが上がっていくんだって。うん、ゆるーくいこうぜ。じゃあそれ何、
もじもじネジ。もじもじネジ、じゃあ入れてみてください。はい、大丈夫？そんな押して大丈夫？文字文字これ。足りないのかい。かなりシュールだなこれ。うん、で次のネジ。じゃあ次は、うん、ヒーヒーネジ。ヒーヒーネジ、はい、お願いします。はい。大丈夫？そんなに入んないの？あ、いったいった。アイスはアイス。アイスはアイス。これはかなり古典的なギャグが入ってきたけど。お、びっくりした。100連発言われるかと思った。あー、よかった。次はコソコソネジ。コソコソネジ、はい、押してここかな、こっちかな、うん、そろそろ歩き。そうだったんだ。押して。うん。俺は何を押してた、ヘボ？ようやく気づいたか。いろいろ面白いね。なかなかあれだね、うん。ギャグ満載だね。うん、じゃあ今度ボキャバトルモードやってみようか。はい、一発にするね。うん、三角。あ、三角三角。心のネジはバカになってないか？現在の最高はゼロエネジーヘボ。ゼロ。ゼロ。今ゼロエナジーだね、はい、でこれでボキャバトルをやるんだけど、うん、ボタンを押す。そう、じゃあちょっと押してみますね。押してみて。ボキャバトルモード。あ、お題、お題、お題、インパクト、シュール、インテリ。インパクト、シュール、インテリだったんだけど、インパクトは緑で、うん、シュールが黄色で、インテリが青なの、うん、インテリしかないからな、とりあえずインテリ3本刺しましょう、うん、じゃあトゥーネジって言ったんだ。ワンネジ、トゥーネジ、スリーネジ。あ、スリーネジいった。これね、このインパクトというネジとシュールというネジとインテリっていうネジとパーティーっていうネジがあるんだって、うん、でこれで組み合わせていろんなギャグが言えるんだって、うん、そうで今、ね、とりあえずこのインテリの青いネジ3本しかなかったんで、この色合わせで3本になったんだけど、うん、他にもいろいろやれたんだね、うんうん、でこれは別個発売されてるボキャネジを組み合わせてやると、うん、まあ面白いギャグが言ってもらえると、うん、でそれに応じてエナジーが変わってエナジーどんどん溜まっていくっていうやつなんだね、うん、すごいね、うん、これちょっと舐めてた正直。確かにこれね、ただ鳴るだけだと思ったけど、うん、全然なんか面白そうじゃん、うん、はい、じゃあ次ミッションモードやってみましょう、はい、このボタンを長押ししてください。5秒間だって、はい、1 2 3 4 5。はい、来た。コソコソネジ。コソコソネジあったね。はい、はい、じゃあミッションクリア。次のミッションにも挑戦するヘボ。
あ、今ミッションモード。ミッション3、デコデコ。ヘボットゲーム。デコの時はボタンを押して。あ、これデコ。デコの時は押しちゃダメヘボ。だって。デコの時だけ押すんだよ。まだだよ。デコの時に押すんだって。でも置いちゃって、うん、今度やっちゃう。押さない、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 ダメ。オッケー、オッケー。オッケー、オッケー、こんな感じなんだね。なるほど。じゃあ、とりあえず今日はこれぐらいにしておきましょうか。はい、ということで今回はデラックスヘボット&ボキャネジ3本と工具箱セットでした。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。はい、ということで今日の動画もし良かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いします。そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします、はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね、はい、それとマイチャンネルとは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、ぜひそちらのフォローもお願いします。はい、お願いします、はい、なんかね、いろいろ他にもモードあるみたいなんで、ボキャネジーまた手に入れたらやりたいと思いますね。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバイ。へぼれへぼればへぼるのさ。